喋れないので気をつけたりしなくて、ね、別に会話が入ってても何も問題ない。今日は普通のお家から食べる。そうです、うん、はい、在宅になってるので、うん、あ、旦那さんは今日はもうそのゴールデンウィーク明けだからやっと行ったんですけど、お、何したんだろう、言うてやられても大変ですね。部屋ちゃんと締め切ってやっててくれても、電話だなんだが、ね、猫がね、やっぱりいるの分かってるから、はいはい、出待ちしてるんですよ、そう、かまってほしくて、もうちょっとしたね、はい、
そしてこれを一生懸命移動して見やすい角度にしてでもね、これアームだからボヨンボヨンって。これ本当はほらマイクスタンドだから揺れてます。ちょっと見てる人酔っちゃうと思う。好き。気持ちいい。めっちゃ。どちらもいいんでしたっけ？白い方に向かって。白い方に。白い方に向かって。はい。
朝来るのってやっぱり空いてますか？あ、空いてないですが。うん。ちょっと空いてたっていうか、なっちゃんお買い物って稲毛の駅の方行くんですか、うん、じゃなくて近くに、お家の近くの方にあるんですか？そうそうそう、スーパーだね、うん、お手伝いにいらっしゃってる時ってこの辺でお買い物したりしますか？しないしないけど、うん、向こうでそうそう、こっちだとご飯食べれるかもしれないかな、うん、でもね、他のね、遠くから来る人たちいるのも、セレクションがいいって言って、そこに来るたびに買い物して帰る人たちセレクションに、ちょっとかまりますね、あ安いからうん、でもね、あとなんか、いろんなものを、結構いろんなものを置いてあるんで、あんまり見かけないソーセージとか、はいはいはい、チーズとか、人気なんですね、はい、はい、この上、うん、うんうん、まあそうかな、あまりないのかな、食中毒、うちの周りは結構子供が多いから、はあはあ、そう、あんまりコロナの自粛って感じないです、ね、うーん、学校がなくてかわいそうなのね。ねえ、うん、本当に。まあお母ちゃんたちもね大変だけど。でもね、本当に家の中にいると思ったら。はい、どうも。ちょっと下見てもらっちゃおうかな。
疲れした。カットせずずっと伸ばしてるんですか。そう。でも最後切ったらいつだったっけな。うまい具合に伸びてますね。いい感じ。そうなんですよ。髪質が、ね、そうなの。ねえ、うん、本当に。こんなに短かったの。うん。当たり前ですね。そうなの。意外と切んないでどうにかなっちゃう髪。うん。うん、でも長い時にしてるから。そうね。違和感全然ないですね。うんうん。でもここ最近急にまたね伸びたね伸びたねって言われるようになった。うん。
次になっちゃいます。すごいですね。ピュー
ちょっと後でよく見よう。あれでこうなるんだから。そうなるよ。すごい。本当だ。何かあるぞ。